皆さんご自宅の防犯対策大丈夫でしょうか。まあ、最近ではニュースでも泥棒とか強盗とか、まあ、そういったニュース見ない日がないぐらい目にしますよね。で実はそれもそのはず、住宅に侵入して金品を盗んだりするこの侵入窃盗、日本では約35分に1件も発生しているってことなんですね。ではどうやって侵入してるかといいますと、約 75% が窓もしくは玄関からの侵入なんですね。その侵入の手口は一番多いのが無締まり。これ皆さん鍵の閉め忘れって一度は経験ありますよね。その鍵を閉め忘れた時に侵入されるっていうのが一番多いんですって。でその次に多いのがガラス破り、そしてドア破りとなってるんですね。このような犯罪からお家やご家族を守るためにも玄関と窓の防犯リフォームは大事なんです。さあまずは皆さんのお家の玄関ドアいかがでしょうか。まあ、鍵がワンロックだったり、あとはこじ破りとかピッキングに弱い鍵だとこれ侵入されやすくなっちゃうんですね。そこで本日皆さんにご紹介するのがこちら、リシェント玄関ドア3。ピッキング対策に有効な2ロックはもちろん最新の防犯機能も備えておりまして、なんと1日でリフォームができちゃうんです。さらにスマートロックシステムファミロックをお選びいただきますと、玄関ドアの鍵に安心と便利をプラスすることができるんです。ではポイントを3つご紹介いたします。1つ目は鍵の閉め忘れを防ぐ自動施錠機能。帰宅時も外出時も電動で鍵を開けた際、ドアが閉まると自動で2つの鍵が閉まるんです。侵入手口の無締まりを防止する効果的な機能なんです。そして2つ目はピッキングを防ぐ不正解除防止機能。万が一ピッキングなどで上下どちらかの鍵が開けられても、もう片方の鍵を20秒以内に開けなければ鍵が自動で再ロックされますので、不正解除を防止します。さらに3つ目、ファミロックならスマホで施錠履歴が確認できるんです。お出かけ中にあれ鍵閉めたっけと心配になった時も、スマホで鍵を開け閉めした履歴を確認できるので安心なんです。さあ続いては皆さんのお家の窓、昔の窓っていうのは防犯性が低い、結果的に侵入されやすいっていう懸念があるんですね。そこで本日皆様にご紹介するのがこちら、取り替え窓リプラス。防犯性の高い最新の窓にこちらも1日のリフォームで完了するんです。もちろん2つのロックで安心安全、さらに安全合わせガラスをお選びいただきますと、ご覧ください、優れた耐貫通性でこじ破りや打ち破り対策にも有効なんです。その理由は2枚のガラスの間にある枠、この特殊中間膜のおかげでガラスを打ち破りにくい、時間がかかりますんで泥棒も諦めるしかない。皆さんこの機会にご自宅の防犯対策を見直してみてはいかがでしょうか。ぜひ防犯リフォームをご検討ください。リフォームについての詳細はお近くのリフォーム店までお問い合わせください。